コ人狼マンガス。今日のアマンガスはジャッカルとセリフ入りのアマンガス。役職についてもう分かってる人も多いかもしれないけど、改めて説明。知ってる人は飛ばせばいいじゃん。まずはジャッカル。ジャッカルはインポスターもクルーメイトもキルすることができ、最後の一人になれたら単独勝利です。ある程度インポスターと協力しながらクルーを減らし、どこかで裏切って最後は自分が勝たなければいけない絶妙なポジションの役職。そしてシェリフ。シェリフはクルーメイトの誰かがなる役職で、インポスターやジャッカルをキルできます。しかし間違ってクルーメイトをキルしようとしたら、なんと代わりに自分が倒れてしまう。うまくインポスターをキルできれば非常にクルーメイト有利になりますが、果たして。それではどうぞ。あ、すげえ。はい。本当だ、すげえ。じゃあ行こうぜ、行こうぜ、みんな。行くぜ、行くぜ、行くぜ。待って、待って、待って。俺、行くぜー。かぶってる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 。よいしょ、キッチン。個性が強いな、みんな。伺いましょう。ねえ。トマト、レタス、レタス。よいしょ。外そう。デビル、デビル、おぉ。よし、みんなのスタッフ邪魔してやったぜ。そうだね。悪いな。悪いな。めっちゃひらめいてる。いいですね。誰が犯人なの？誰が犯人ってひらめいたの？教えて。いや、ほんとだ。ひらくひらめいてる。マオくんや、マオくんや。マオくんや、こんなこと聞いてくる。マオくんがやばい。悪魔感じるわ、これ。やりますか。俺、悪魔。ズズ君の好き何それ。一体ハンガー君が美味しそう、美味しそうでしょ。ドラゴンの力に目覚めそう。ズズ美味しそうやな。食われるよ、そんなインポスターに。マオ君がなんか、僕はデーモンになってるな。小暮で、エンチの声向け宿舎前。ワイはやったる、やったるで。ワイは悪魔や、ワイは悪魔や。言えんか、ワイと一緒におったら。マオシー、ナナコ。よいしょ。はいはいはい。バーサ、バーサ、バーサ。あ、あ、あ、鳥だ、鳥がいる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 、鳥おる、鳥おる、バーサ、メインホールへバーサ。あ、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 コックピットへ。に湧いたやつだと思うんだ、俺は。ひらって。うわぁ、夏休み。もうひらっちゃう。トリッピーやってるね。トリッピーにやられるよ、フルコンさん。フルコンさん、ダメさ。トリッピー。あ、トリッピーやんないか。いや、絶対しなさめさんのこと気づくと思ったんだね。アーカイブにシャワーに、アーカイブにシャワーに、で、セキュリティもいる。セキュリティこれ大丈夫か？アーカイブにシャワーに、セキュリティがうんたらつって。アーカイブにシャワーに、セキュリティ。アーカイブにシャワーにで、まあやるか。珍しい。ひらっちがやってる。勝っちゃった。ひどい。よし。あ、いや、びっくり、いないんだ。あ、セキュリティ大丈夫かな、ちょっと見てくるわ。うん、砂ザメ。あ、いないわ。よかった。やるか。フルコンハン。フルコンさんもひらめいてますね。バケモンさん、アーカイブ。今、ひらめいてないのよ。これむずい。ここからひらめきましょう。これむずい。ああ、これむずいバケ。あ、もうむずいよね。ああ、プチツボハン。え、なんか聞こえた。ちょっと聞こえちゃいけないものが、ズズさん、繁盛、ズズハン。監視カメラだ。グッチが。グッチな。はい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 。いやーちょっとなかなかボタンがないな。グッチ、グッチ、グッチ。そうそう、ボタン押さえな。と16904。はい。誰かやって、誰かやって、ん？誰かー。ネオ。俺らそんな。めっちゃ死んでる。死んでる。死んでる。僕ですね、ちょっとリアクター中に下の方で誰か死んでるかなと思って下ぐるーっと回ってたんですよね。ファンキー君が先にバイタルで死んでるのをスナさんも見てたと思うんで、はい、見ました、はい、確認できたと思うんですけど、多分ファン君探して下ぐるーって言って最後コックピットの方行ったらトリッピー君とすれ違って、そうですね、すれ違った瞬間に僕にキビスを返し
たところでアドミンのところでグジソボさんの死体があったのを僕はリポートしました。おっと、トリピしています、トリピしています、塗られてるんで、エレクトリカルで繁盛さんとか砂亀さん見て、俺がセキュリティキッチン武器庫って言って平くんが前を走ってました。うん、多分、うんうんうん、で俺は、うん、とりあえずコックピットに入った時に平くんが出てきてるところを、多分キルしてるね。俺は多分リアクターに平くんは俺が行くと思ってコックピットで殺したんじゃないかな。いやまあ違うんだけどね、あの砂さんが先にバイタル見てて、で、うん、僕がファンキー君探しに行ってるのはファンキー死んでると思って、うんうん、あ、じゃあトリッピー視点は弁当で逃げたとかじゃなくても完全に対抗なのね、トリッピー。うん、多分平くんだと思うよ、うん、あれちなみにトリッピー君です、うん、コックピットはグチツボさんの死体。うん、グチツボ君、うん、あ、じゃあファンキーどこだろう、うんうん、でファンクがどこなのかなんだよね。すいません、ちょっと言いにくいんですけど、はいはい、すごい大勢でふざけてやろう。まあ別に、はい、なんだろうな、一生懸命やってたんだけど、あの七駒を負けゆか頭図繁盛までは四郎が出せるかな、今回に関しては。負けゆか五人で遊んでました。バキウカが財布拾ったんで、ナナコが頭の中の天使をやって、僕が悪魔をやってました。そしてハンドがドラゴンでやってきました。何それ。え、じゃあもう平トリッピーフルコン砂ザメローラーでもいいんじゃないのかなぐらい。砂さん、でも砂さん、はい、一緒にバイタル見たじゃないですか。バイタル見た、だから平トリッピーだよ。あとセカンドトリッピーだよ。とりあえずトリッピーくんつろ、本当に。いや、平くんでいい。トリピーしてるから、俺になんの、うん、本当に。で、戦闘走ってないから絶対平くんだと思う、うん。セキュリティで長らく平と正面に。まず俺が機密を返したってのがおかしいから。そうそうそう、フルコンさんとも確かに一緒にいたから。うん。これローラした方がいい、トリピー的には。いや、ローラしてほしい、本当に。ローラいるかな、これ。お前の言うことは聞かない。よいしょ。結構厳しくなったなぁ。そうか、その白の生まれ方は結構厳しくなったぞ。どうすっかねぇ。はいはいはい、んで俺やった後、白取りに行きたいな。なんかめちゃくちゃ浮いてるからな。ちょっとホワイトマンとして、いやもうちょっと俺白取りたいわ。いやだ。ファンキーキルしたのってもうフルコンさんぐらいじゃない？フルコンさん、グチツボさんのどっちかに二択になっちゃうけど。いやそうなるでしょ。じゃあ俺もほんと100人で白取り合ってるんだから。ああ、ガチャガチャやりたかった。ヒラが死ぬの？やったとかない？ないか。まあでもこれは一回得したと思えば。まあね、ぶっ放しがあるか。ぶっ放し。まあ。でもだって言わないんじゃない？ヒラがぶっ放したっていうこと。でも言うでしょ。ぶっ放して死んでたら、ぶっ放してた人は言わないと、だって白角で言わないのはありえないから、それはない。ないない。から殺されてる。シェリフは、あ、そうか、もう別に違うんだったら言わなくていいのか。うん、まあでもさっき昨日の発言だともうファンキーキルがフルコングチツボしか自分目線だとでき、あ、グチツボさん死んだのか失礼。今のターンで言うと、繁盛と一緒にミーティング上がって、繁盛が左直して奈良子さんが右直してるんですよ。はいはい、他のみんなの位置と平沢の死人情報があったら聞いておきたいんだけど、平で一番最初にエンジン、あ、ごめん、あ、脇、ああそう、平君アーカイブであって左に、リアクターになったから左のに行ったから、右昇降機の右側直してた、直しに行った。スナさんそれ言ってんだって。まあまあ後で昇降機の左側、まあまあ、フルコンがずっと直してて直らんかったんじゃないの。え、今か、え、今あれ、え、まあまあ最近でしょ、スナさん言ってるの、うん、それ、うん、え、スナだって奈良子さんが右側直してたけどな。うん、あれ、そう、俺一番最初脇が平と一緒で、エンジンルームからメインホールの方まで右側に行って、うん、で、ヒラと並走したんだけど、ヒラがシャワー室行くのを見て、俺下に、ホットドッグと、お財布拾った人がいたから、そこに行った。待って、砂ザメさんが消防機左に行ったって言うんだったら、俺と対抗に完全になると思うんだけど。やべ、すげえ記憶曖昧。アーカイブでヒラ君と雑談してて、リアクターなりました。で、ヒラ君が左、じゃあ、リアクター直してきます、みたいな感じで。え、アーカイブから左に行ったんですよ。ザメリケ合ってるかも。ザメリケだってさ、はい、え、平君が右側行ったんだ、奈良子さん殺して普通にボタンを押したって話じゃない？対抗に
なんのだから、スラブさん視点で本当に昇降機の左行ってるんだったら、うん、昇降機の部屋の右、アーカイブからヒラ君が左に行きました。あ、分かるよ。だから、日本語がおかしいですから。じゃあ多分ナナコさんとザメさんザメニキがその完全対抗になるじゃない。俺は今言った通り、ヌーン、で右側行って、ここでこれさどっちか直して戻ってるから。でもこれさ、これ砂ザメさんがその情報出す必要ないんだよ今のタイミングで。あれ誰にも出てないから。日本語の説明がすげえ下手だったごめん。ナナコに行くんだ。ん残念だったな天使。あれなんかナナコに聞こえるように言いたかった。ナナコに聞こえるように天使って言いたかった。ナナコに行くんか今の。へえ。となると、当日もうどうなってんだ？パンキーキルがウルコンさんに見えちゃうな。いや、ちょマオファンキーキルしたんじゃないの？マオしてません。絶対にしてません。飛ぶよ。だからまた押すわ。でもおかしいよ。スナさんなんちゃうん？じゃあちょっと、いや、ニーインポスター連れてるまであると思うんだけど。おい、ザッカルいるんじゃないの？今の7個でいいの？いや、7個でいいんじゃないですか。うん、そうか。なんか、7個情報出して、で、そっち側に行ってるとすると、もうその位置にいたのって、だから砂さんが殺すか、こうになっちゃったからね、完全に。記憶が超曖昧だ。で、ならないのかもしれない。ヒラ君がそのアーカイブから左に行った後、シャワーから上がってくる真央君を見た。っていう感じの時系です。シャワーから上が、ああ、そうね、メインホール終わった後、あ、そうね、シャワーまで上がった。でもそこは違うんじゃない？あれ？位置は？ひらくんの。うん。で、あれ、真央くんと合流したあたりから完全に記憶が飛んでる今。いや、多分そこの記憶関係なくて、あそこだって奈々子さんが殺して多分戻ってきただけだから、まあザメに聞か。はいはい。俺視点は。ああ、そういうこと。右からもうあったプロペラが帰ってきたから。そうなんやね。あとジャッカル。あれ結局なんかジャッカルかザメニキがまだインポスターか。はい。初日イチャイチャしてたのって誰でしたっけ？初日5人ぐらい。誰来てんの？俺とバケカとズだと思う。うん。ま、え、マオ君もイチャイチャ。あ、俺もイチャイチャしてた。うん。ってことはファンキーを殺せたのが多分砂ザメ目線だとフルコンさん。いや、もう多分正直砂ザメさんとはい。ナナコさんのどっちかにインポスターいるんですよ。なるほど。で、俺ら5人の中にジャッカルがいるっすね。うん。まあ、じゃあ自分ちょっと。俺目線はそうだ。ちょっと待って、ごめん。ヒラ君ですが、超沼ってる。スナさんも、釣られてもいいような気がしてきた、今。なんか。釣った方が安全ではある。ローラーで安定では。で、正直、まあそうだね。俺らの中にジャッカルいたのかな、あの戯れてる中にジャッカルがいるのか知らない。悠長に演劇してたの？ジャッカルは初手結構白取る動きが強いの。あー、だからまあ結構濃いんだよ逆に。そう。え、これはザメネキ釣っていいよね？ローラーで7個かもしれんけど、まあ安定進行だと思う。あとは砂ザメネキの可能性はかなり高いけど、まあまあでも安定安全で。これはザメネキ釣らないと。ヒラ君と砂ザメが心電図見た時に愚痴壺さんはまだ生きてました。うん。なんで、ファンキーの死体を探さなきゃって言って、砂ザメヒラが死体探しに行った時の後に、愚痴壺さんがキルされたという。うんうんうん。うん。ちゃんと収めるのはすごいな。うん、なるほど。あと一人を探すとき、あと一人を探すとき、あと一人を探すとき。あと一人は誰だ？うん、悪魔頑張ってタスクしますわ。まだキルしてないんじゃないかな、ジャッカル。あ、ジャッカル？なるほど。白取りに来てるような気がすんね。なるほど。ハルコさんは？ん？俺はキルしてないよ。どうすっかな。ドラゴン持ってきた。ラオウしてるよ。ドラゴン目して。はい。フルコン？フル？あれ？繁盛。はい。はい。俺と手を組んでくれないか。え？危ない！うん？プロポーズ？待って。もう。どういうこと？ん？
あ、違う違う、フルコース、あ、聞いて、バキバキ聞いて、お願い聞いて、バキバキ聞いて、お願い聞いて、バキバキ聞いて、お願い聞いて。え、待って、え、俺どういうこと？え、もうよくわかんないや。よくわかんないや。先に言います。うん、ズズ君は僕を撃って死にました。あー。なるほど。グです。はい。で、うん、の話を聞きます。で、マオが、あの目の前で切る、あの、目の前で、あのね、下からベントで出てきたのよ。うん。で、昇降機の右側の下側のベントが上に見えないことを知らずに、マオが下からベントで出てきて、で、上に俺と繁盛がいて、あー出てきたって言ってたら、マオが上がってきて、繁盛を、キルした。で、おーって、俺、あの、下から上がってきたんが怖くて、左に、あの、チュクチュクチュクで俺逃げたのよ。で、戻ろうとしたところで鳴ったから、ちょっとレポートできなかった。嘘つき、聞いてバキューか。じゃあ俺の話もします。昇降機に行きました。繁盛がいました。なんで繁盛がいました。で、俺もいました。で、フルコンさんもいました。で、フルコンさんが繁盛、まあ、な、俺と手を組んでくれないかって言って、やっべえって思って、俺はあの昇降機であのペロペロで左に逃げたんだけど、そしたらガブって噛まれたのがあった瞬間の後に、なんかレポートがなったんだよ。俺と手を組んでくれないかは確かに言ってたけど、あの。手を組んでくれないかは怪しくないですか？え？で、それはマオが言ってた。マオが言ってた。マオが言ってた。言ってないよ。そのセリフどっちから出ると思う？ないからさ。そういえば。もうどっちがそのセリフを言いそうかって話にならない。そう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 。どっち言いそうなんだ？待って、めっちゃ俺言いそうじゃん。言いそう。めちゃくちゃ俺言いそうじゃん。俺いいと手を組まないかは悪魔の発想だな。そうなのよ。あー言ってないよ。俺と手を組まないかってほらもうスキンもスキンはいいけどさ。スキンはいいけど。言わない。バケユカ、俺の体見て、ほらこのあ悪魔だ俺の体。ちょっとなさすぎる。ちょっと待って、わけゆか信じてくれ。お願い。マジで。うわっ、信じる。うわあ。いいなー。そう、負けたぜー。いや、負けたー。チャンス。すごい。いやー、俺ー。いや、ナイス。バケユカ賢すぎだー。危ねー。すごいね。めちゃくちゃミスった。終わったと思った。あれ、ファンキー。繁盛って何だったの？繁盛、俺は人間。あ、なのに手を組もうってさ、もう振動取れるかと思ったわ。いや、俺さ、なんか真央近くにいたじゃん。うん、いた。俺がさ、なんかさ、インポスターキルしてやるって言ってたらさ、うん、なんかキルしてやるの部分だけさ、真央に聞こえちゃってさ、真央が俺から逃げてさ、あ、違う、もうあの俺どっちかというとフルコンさんがな、繁盛手を組まないかって言ったから、あ、よく分からないけど俺は死ぬんだと思って一瞬で乗り込んだ。そう逃げたのよ。 あれちなみにファンキーキルはフルコンさんだったってこと？俺1キルもしてない。あのあしてないんだ、うん、あトリッピートリッピー、あの最初の人がトリッピーです。そうで、あれ別にトリッピー、あの攻められること全然なくて、なんでかっつったら、うん、あの1キル目にあのたまたまマウシーが寸劇をこねてて、一人だ。そうあの寸劇のせいで僕の死体がめちゃくちゃ冷えていったから、ワンチャン勝ってたの。冷えて隣で僕死んでたの。ゆっくり冷えてた。なるほどね。え、もしかしてじゃあファンキーさん死んだ後に我々の寸劇を見てたんですか？ずっと聞こえてたよ。左来いっつってたよ。誰も来ねえんだもん。死体の横で宴会してましたって。そう。財布談義してるって思ってた。いやー。おもろかったわ。財布だけ。ファンキーの死体の場所どこ行った？死体の場所は。電気室だね。めっちゃ近くやんけ。あ、メインか。めっちゃメインシャワーで。すぐそこやん。メインか。しかもメインのシャワードアだから、すぐそこだよ、ほとんど。もうちょい左に来れば、あの、一回的に発見できたわけだ。そういうことそうなの。